これからおはまちゃんの誕生日プレゼントを作成していきます。ちなみにこれは何ですか？いらなくなった消防ホースを神戸市消防局の方からいただいたものです。はい、じゃあありがとうございます。去年はこれでハンモックをプレゼントしてミンティ使ってくれてるので、今年はこれでちょっといかだ作りにチャレンジしたいと思います。頑張れでは行ってみましょう。ジグザグ。これちなみに色合いが違うのはあえてですか？あ、ちょっとおしゃれにしてみました。神戸市の中でも地域によってあの色を使い分けてるらしくて、へ、なのでちょっともらいに行った時もその黄色とかそれこそなんかいろんな色があったんですけど、へ、ちょっとあの水族館っぽく青とかどうですかって勧めてもらったんででは消防局さんのコーディネート通りに今回は青を使っていきたいと思います。ちなみにハンモックはあの茶色、ベージュ系でした。そうですね、ちょっとシンプルになりましたね。寝床なのでね、寝室シンプル目で今回は水中に浮かすのでね。そうです、イカダなんですけど、とりあえず同じハンモックと同じように四角の形をはい。編むの大変ですか？そうなんですよ。もこもこするし。そうなんです、硬いです。こうやって、観光者たちのために、日々どんなのが、あ、間違えましたね。どんなのが気に入ってくれるかなとか、安全性等々も考えながら、おもちゃや、それらを、おもちゃなどを作成しています。消防ホースはすごい丈夫なんで、今のところ今までで一番良かったですね。そうですね、やっぱり一瞬にして壊されて、特におはまちゃんはね、はい、一瞬にして壊してくれるので。ちなみに今までは最初、一番最初が麻袋、うんうん、寝床に使ったんですよね。写真が今出てるから、ね、出ましたね。お次の日ですね。一晩ね。あーってね。はい、大体いつもそんなもんです。で次はあれですね、桂浜さんの真似してクレモナロープでマットを編んだんですけど、うん、あれでも割と良かった。ね、うん、結構いけるかなと思ったら、使ってるうちに一回始まったらもう ね一瞬の出来事で。噛めるぞって気づいたら太った。そんな風な感じで買うと噛んで遊ぶの大好きなのでいかに壊されないか重要ポイントです。おそらくこれもかなり気に入ってくれるとは思います。水中に食べるということで、おはまちゃんよく水中で遊んでますので、うんうん、これに乗ったりしてくれるかなって感じです、ね、ついでに言うとゲンゲンもこれに乗ってちょっと水に慣れ親しんでくれたら嬉しいです。です。おはまちゃんへのプレゼントかゲンゲンの練習用というとこですが、ですね。どんどん形になってきました、はい、すごい。ちょっとあれじゃないですか、合ってるか、ん、あ、合ってます、合ってます。さっきのやつなるかなと思って。すごい、ちゃんと縦横2色、ちょっとおしゃれ。お客さん気づいてくれるんでしょうか。ね、私の第一声はこれ色あせてんのでしたからね。違いますよって。あえてね。さすがにおしゃれ番長なんでね。作成者はね。どこまで行ってもいいです。もうちょっとなんか、何でしょう、効率いいやり方あるかもしれない。じゃあご存知の方教えてほしいですね。はい、もう本当にこれも見よう見まねで結構。
全国の動物園でこういう消防ホース使ったグッズがいろいろ作られてるのをいろいろ見てきたんですけど、山にしたいなと思ってちょっとくれてます。インターネットとかでちょっと見ながらこんな風にやるのかなみたいな感じで試行錯誤してやってます、はい、飼育員はだいたいそんな感じでいろんなことをやってみるやってみないとわからないお、資格来ましたね。来ました。いい感じ。ちょっと前と言いますか、展示エリアには流木が本当はプールに浮かんでいたんですが、お浜ちゃん最初ねそれによく乗っかって水上というか水面でも遊んでいたんですが、木がよく水を吸ってしまい完全に沈んでしまったがため、そういうエリアがなくなったので、このちょっとこいつが、あ、こいつが失礼しましたこのイカダが浮かんでくれればお浜ちゃんの水上遊びエリアができるかなという気もしますね。そう、ね、水面に浮かべばってずっと言ってるんですけど、これまだ浮かぶかどうかですよここまで来てあれですが、なかなかの重たさめっちゃ重たいね。やっぱりテレビとかで見てるように、あの消防士さんとかがすごい重たそうなのをね持って行ってる、 その通り重たかったですねよし、とりあえずこんな感じで、お、土台部分はどうでしょうか。いいと思います。ありがとうございます。これをしっかり浮かすためにこの後もうちょっと工夫をしていきます。はい、まだ何か、はいこの切れ、はい、切れ端、はい、切れ端がお浜ちゃん大好きなんですよね。でここからめっちゃ噛まれて初代のやつがボロボロにされたので、それ以降はこの切れ端を見えないようにして、ね、こう、うんうん、うまいこと切れ端がないよっていう風に作ってるのでそれからはかなりハンモックが長持ちするようになりました。そうですね、本当に、うん、これぞ試行錯誤です。はい、それだけです。いや、重要です。とりあえずはい、一旦終了。お疲れ様です。さあ、それでは作業の続きに行きます。今日は、この消防ホースのイカダを水に浮かすためのちょっと作戦を練ったので、それをしていきたいと思います。消防ホースの中に何か空気浮くものを入れようということで、ちょっと今回はこのような木材の中でも一番水に浮くっていうバルサっていう木材をちょっと購入してみました。ですがちょっと私がミスをしまして、このままだとちょっと径が入らなくてですね、ちょっと苦戦しましたので、凄腕施設さんにこんな感じでちょっと切ってもらいました。すごいプロの技ですね。で、さらにそれをこの長さに合わすためにちょっと短く切ってもらったので、今からこれを入れていきたいと思います。バルサを入れていくんですけど、消防ホースの切り口こんな感じで、中がゴムになってるので水が染み込んでこないです。よいしょ、こんな感じで、ちょっとこれでも結構キツキツなんですけど、これをよいしょ入れていきましょう。結構きつい。これでもね、ちゃんと浮くのかなって結構不安です。浮かなかったらどうしよう。また次の手を考えます。とりあえずこれで浮いてくれたらいいな。試しに浮くかどうかやってみましょう、はい、まず持った感じどうですか。めっちゃ重いです。浮きしてかな。行きましょう、はい、もういや、沈むかな。それはじゃあ
本番のお楽しみ。すごい。びっくりした。もう来ました。これまだ乾かすのにちょっと時間がかかりそうですが。言ってるな。ちょっと今はバックヤードで待ってもらっています。完成です。ありがとうございます。消します。